はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88のマカからですねやっていきたいと思います。前回まではね、もう本当にね申し訳ないぐらいに愚痴ってましたけど、光明が見えてきましたよ。コメントでいただきました。やってみる方が早いのかな。何でしたっけ、陰陽師違うね、妖術師だ、あれを倒せる可能性がありますよ。というのも、よっしゃ、ごめんなさいね。今私がステータスを見ましょうか。このね、魔法でね、天図の術ってあるでしょ。これがポイントみたいです。これを使うと無敵になるそうです。試してみましょう。その間、ヒットポイント40ガツッと減りますけどね。邪剣士、邪剣士いいかもわかんない。これね、あとダメだ。ちょっと待って、やり直そう。いやいや、ちょっとジャッキン氏さん、まあ打ち合わせしてないけどちょっと違うよ。あれは行かないいけない。この魔法を使うと一文字40減るんですが、無敵になるそうです。ちょっと試してみましょうか。もう早速使ってみましょうね。で、あとはね、盗賊か。盗賊だったらダメだね。まあ、ご飯。彼らご飯じゃないわ。さあ、1週間経ってます、全パートからね。やり方忘れてますよ。いや、様々な意見いただきましたよ。当時はもうこれは全然許容範囲だと。私もそう思います。これね、私当時やってたらね、多分解いてますよ。もう、文句言ってるかもしれないですけど、解いてますよ、多分。やっぱりね、目が超えちゃったんでしょうね。あと、まあ、年だと思います。正直。もう、頑固頭になってんでしょうね。そうだ。柔らか頭ってね、言ってたらね、私より若い子、まあ、若いって言ってもね、10歳ぐらい若い子だけどね、若い子に言われました。柔らか頭って何ですかって、えって。清水建設の宣伝だっけ。ねえ、柔らか頭っていうの、違ったらごめんなさいね。清水建設さんじゃなかったらごめんなさいね。名前言っていいのかなというのもあるんで、おっと。柔らか頭、清水建設じゃないか、ごめんなさい。柔らか頭してますかみたいなのがね、昔流行ったでしょ、宣伝で。もうだから今、頑固頭になってんだよね、ほんとね。さあ、ちょっとね、妖術師が出てこないので、ちょっと困ってんですけどね。まあ、じゃあ、そうだ、だから悪大官、悪大名、悪大名にもこれが、まあ、悪大名もね、妖術師みたいな攻撃をしてくるそうです。なのでこの天寿の術だっけ、これを使ったらいいと。邪剣士でも試しましょうか。使いますね。スペース機ですよね。ほらダメージ食らってるわ。あれちょっと待って、あるのかな、ある程度。何かがあるのかも分かんないね。ちょっと一遍剣士で使ってみましょうか。違うか。魔法とかの飛び道具に弱いのか。ちょっとそれをね、試してみましょう。だから普通に使ってたらダメなんだよね、これね。まあ、妖術師で試すのが一番いいですね。で、あれを持たないといけないそうです。高麗人参のセットで戦っていくことになりそうです。みたいですね。いやいや、ちょっとね、そう聞いただけでもね、すごく嬉しいです。農民をやっつけないといけない。大事な食料だからね。農民相手にイニシアチブ取られてどういうことなのって思うんですけどね。まあ、それは農民をバカにしてるつもりはないんですけど。こっちはもう専門職だからね。相手は生産者だからね。戦う人じゃないからね。で、ヒットポイント40減るので、40以上、ダメージが40を、トータルね、戦の、戦闘でのダメージが40を超えないようであれば使わない方がいいというとこですね。私今、高麗人参持ってるでしょ。
と、あ、違うわ。あ、甲羅人参持ってるわ。だからこれ甲羅人参が山ほどいるような感じに。まあ、買っとこっか。あ、でも甲羅人参買うんだったら、表の世界で買った方がいいよね。でも、このゲーム、買うの大変なんですよね。元の世界に戻るのが結構めんどくさいんで、なんかいい方法あればいいんですけどね。この二の国はね、利益率が悪い。だから妖術師倒したらどれぐらい出るのかなと思ってるんですけどね。あ、だから多分あれか。おそらくですけど、間接攻撃には強いんだよね、これ。あ、これは違う。さあ、どこ行こうかな。あ、んで、これ入れないんですよね。あ、入れるわ。あ、ここがあれか。これが共同か。あ、行っちゃおうか。道は覚えてないので、ここで運が良ければ妖術師ができますね。あ、地図はごめんなさい。高野山になってるわ。私の見てる地図がね。ちょっと待ってね。この攻略サイトのね、主さんも言ってるんですけど、非常に重いと。非常に重いホームページでごめんなさいっていうような感じでね。書いてましたんで、もうこの画情報がでかいんでしょうね、きっとね。でもキャッシュに落ちててくれてもいいと思うんだけどね。まあまあそういうことを置いときましょう。共同、共同。まあ道は単純なはずなんだけどね。私が何て言ったって覚えてないというのがポイントなんで。ああ、めんどくさいなこれ。松明装着しました。これめんどくさいね、非常に。ここでも幼女中心出てきますんでね。いやでも気分がだいぶ楽ですよ。それを試そうと思えるんでね。まああとは破産しないように。お、忍者、あ、忍者ダメか、これ使わないもんね。一匹だったら勝てそうな気もするんですけどね。はい、浪人と出会いましたと。あ、そうだ、一応高麗人参装着しよっか。はい、装着ね。どう、鎧じゃない。あら、超、あ、そうや、中鎧取ったね。装着しましたと。ステータスじゃないんだね。装着で、道具で高麗人参だね。10個しか持ってないのね。99個持ちたいんですけどね。あ、逃げたから後ろ向いてんのか。持ちたいんですけど。山男はね、倒さないといけないですね。いや、もう山男も楽勝になりましたね。前はあんなに囲まれたらもう勝てないって言ってたもんね。で、食料を取ったので座禅を組んで。あれ、どこ、あ、また間違えてるこれ。あ、また、なんで後ろ、あ、そっか、私下に出たのか。この仕様は本当なんとかしようし、おわ、忍者。おい、勝てるか。あ、勝ったわ。あ、忍者食料50個なんだわ。はい、下ります。10セーブしときましょうねと。で、私は下ったのね。あ、ここか。ああ、もう覚えてないもんね。で、ドン突きを右曲がれて。忍者勝てたね。一匹だったら勝てるのか。まあ、食料っていうのはいいですね。お、やばい。楽しくなってきちゃった。いや、なんか楽しくなってきちゃったね。もう絶望じゃないと思えば楽しくなってきちゃったね。よいしょ。邪剣士使ってみる？いて、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 いて。
いてて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 、軸ずらさないと。いてて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 、あれ？ちょっと待ってね。私こっちから入ってきたよね。そうだよね、こっちから入ってきてるよね。で、右向いていいはず。あー、間違えた。これ違う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 、これ絶対違う。戻らないと。こっちから来たと思うんですけど。で、こうでしょ？あ、ここ正解。これ正解、この広間。この広間正解ね。およよ？え、でもこれ間取りが違う気が。あ、こうだ、こうだ。思い出した。で、ここでこうなんだ。方角出してよ、マジカルズーさん、本当に。頼むわ、と。セーブしたらまずいかな、ここは。で、ドンつくでしょ？で、右に向きゃいいだけですね。あれよ、ちょっと出てこないね。忍者に勝てたの嬉しかったけど。あ、そっかそっか、またここで降りてこないといけないんだ。そうですわ。セーブ、ここでセーブしときましょう。今週はどうなるんだろうね。その、陰陽師ね、妖術師か。妖術師はちょっと倒したいんだけどね。皆さん寄せて、あ、私が殴られたね。寄せて、よし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 、寄せて、はい、で座禅しましょう。で、食料取りに行ってもいいけどね。あ、食料取りに行こうか、せっかくだからね。せっかくだから行ったことない道行きましょう。さあ、陰陽師がね、出てこないとね。あ、陰陽師じゃないわ、もうよ。どんだけイニシアチブ取られてんだ。本当にもう。あ、でも負けないね。食塩力手に入れました。座禅しましょう。で、どこ今これ。あ、まあいいや。できた。ああ、今のが見えたね。これでちょっとダメージ減らすまでぐるぐるって回りましょう。はい、ダメージ減りました。こっちですね。で、こっちにずっと行くと、私まだ行ってないところ、この道通ってないんですよ。なのでね、格下にイニシアチブ取られて一発目先殴られちゃうからね。お、やばし、これで行ってみましょうか。まずどいて、わかんない。多分物理は食らうんですね。物理は食らうんですね、これ。あ、わかんない、これどっちだ。あ、右に回ってるから合ってるね。でも思ったより稼ぎ悪いね。まあ、今、カニより食料が欲しいような。あ、あ、そんな、真ん中突っ込んだらダメだ、私も。まあ、食料40個もらえたからいいですけど。まあ、どうしようもないのが、この浪人と剣士だね。2発殴られるのね、格下に。で、お金10両でしょう。どっちがどっちだこれ。あ、結構ダメージ食らっちゃってんね。左に曲がるのはまずいんじゃない。あ、いいのか。あ、いいんだいいんだ、これで。で、これでここに左を、次の一歩出たらね、なんか出てきますよ。おお、これはちょっとダメージが怖いので普通にやっつけときましょうか。はい、はい、で、ここで何かある。あ、食料ね。ここは食料か。で、ちなみにですね、にゃにゃ、こっち、こっちの一本、この道に行くとまた下に行けるんですけど、どこに行くんだこれ。ちょっと気になるんで行ってみましょうか。ほんとドームにしか見えないわこれ。
よいしょ。で、また食料がここの前にあるはずです。さあ、どこに出るんだろうね。2階の地図にはないんだけど。セーブしときましょう。この共同のね、1階はね、まず迷うことがないので、うん、食料落ちてましたね。で、これ先に行くと上り階段があるんですけど、あ、でもそうなると高野山も行きたくなってきちゃったね。いや、私実際はね、実際の高野山に行くの大好きです。ほんと高野山いいですよね。もう散策するのにも最高の場所だと私は思ってますね。あ、忍者来た、勝てるかな。1匹だったらやりましょう。お、2匹か、できる。ダメだわここで高麗人参使っ、うわ、ポイズンになってる。まず道具で毒ダメだね。ちょっといろいろアイテム買いましょうか。そうか、忍者ポイズンさせるのか。あ、リセットしようすぐそこでセーブしてるもんね。昔もこういうのはしょっちゅうでしたね、リセット入れるっていうのはね。88のリセットキー、ほんとね、あれは助かりました。うーん、今の PC リセットキーなんかねえもんね、ほんとにね。よいしょ。はい、食料落ちてましたね。あ、いい時間になっちゃったわ。これ終わったら終わりましょうか。イニシアチブ取られすぎよね。はい、来てください。はい、はい、じゃあちょっと座禅組んでセーブして終わりましょう。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。